なんかね、ちょっと前にクリスマスやったような気がするけど、もうケーキが食べたいわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュアリーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで、今回は、双子の姉妹が暮らす小さな村、ルネッタ村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら、一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をトレースするためにインターネットのおつなぎしますわね。ということで、ルネッタ村に出発。はい、ルネッタ村に到着。何種類あるんやろ、着替え。夢の世界へようこそ。あなたは今、ルネッタという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都のルネッタの世界をご堪能を遊ばせ。2種類かな。あ、2種類やね。こっちは白いストッキング、チアリーダーのスカート。え、寒そう。ネイティブニット。なるほど、なるほど。ちょっとアメリカンな感じ。で、こっちは、ノーモッシュデニム。雪国なニット。ちょ、あったかくしていこう。ちょ、あったかくしていこう。雪降りよるし。あれ、もしかして帽子2種類あった？気のせいかな。よし、着替えます。あ、2種類あったね、やっぱり。赤ボンボンニット帽か、青いニット帽。じゃ、赤ボンボンニット帽にしよう。じゃーん！こんな感じで、かわいい。ふぅー。いいね。いいね、いいね。さあ、ということで、ちょっと一軒目の家に向かってみようかな。自然の多い感じの村やね。かわいい。素朴な感じで。そして、この、お？ノエル！ブッシドノエルとかのノエルやね。素敵なクリスマスを。いいね。そう、今この村は、ま、小さな冬がやってきている。あ、赤花や。キコとリコは双子なの。かわいい。双子の姉妹が暮らす小さな村。冬がやってきたということで、ま、これ一応ね、なんか、初雪らしいです。初雪が降る静かな夜、一緒にクリスマスをお祝いしませんかということで。はい。この子はキコちゃんだった？リコちゃんやった。じゃ、こっちがリコちゃんで、赤鼻、トナカイってことは、多分キコちゃんの方は、サンタさんなわけやね。多分。あ、かわいい！ Welcome to Noel。 え、めっちゃかわいいんだけど。いいね。プレゼントいっぱい置いてある。あ、ここは、クリスマスケーキをここで調達するわけだね。めっちゃ可愛い。え、超可愛いんだけど。あ、ちなみにマイデザお持ち帰りできるらしいんで、ぜひ見に来てくださいまし。え、めっちゃ可愛い。いいね。全体的に超クリスマスって感じ。ここから一応、カウンター内にも入ることができるよ。なんか、超作り込まれている。そしていつも私ね、この台なんかね、白いままの台ってちょっと味気ないなってめっちゃ思ってしまうんやけど、水色にしたらすごい合うね。かわいい。あ、待って。2階に行きたいの私。結構頻繁にやる間違いですね。ってことで再びお邪魔しまーす。ほい、2階へ。あ、2階は、お、これは、あれかい？レストランとかで、ビュッフェって感じかな？ビュッフェ？バイキング？かな？え、めっちゃいいやん。超いいやん。もうなんかね、全体的にクリスマスムード満点で、なんかすごい静かな感じやけど、こういうところでね、ゆったりと、多分、キコちゃんとリコちゃんの2人が、ここで、一緒にクリスマスをお祝いするんだろう。はい、それじゃあ。
おー、びっくりした。さあ、きっともう一人はサンタであるはず。あ、違った。二人とも赤鼻だった。二人とも赤鼻だったよ。キコとリクは双子なの。言うことも一緒。あ、かわいい。こっちなんかちょっとポップな感じの雰囲気。お邪魔します。あ、いいね、いいね。まあ、あっちが多分、経営しよるお店で、こっちは、二人の自宅ってことかな。え、かわいい。え、てか、本当に、あれよね。家具の配置だとか、あとなんか、使っとるものだとか、センスが溢れすぎているのですが。なんか、こんなにもクリスマスを表現できますかみたいな。え、すごい。めっちゃかわいいんだけど。いいなぁ。いいなぁ。かわいいよー。ほい、左の部屋へ。そしてきっとお金持ちなんだろうな。あ、サンタさん。サンタさんはあれかな。きっとお父さんとかが。お父さんとかがサンタさんの格好をして、こうやって、双子の娘たちを喜ばせているのではないかと。そして大量のプレゼントがサンタさんの背後に。そしてクリスマスプレゼント。違う、クリスマスケーキ。いいな、いいな。なんかね、ちょっと前にクリスマスやったような気がするけど、もうケーキが食べたいわ。すでにケーキが食べたいわ。ケーキは年中無休で食べたいです。はい、そして、右側の部屋へ。お、ここは、リビングですか。いいね。あ、このコンポってあれなんや。テーブルの上に置けるんや。え、今初めて知ったんだけど。今初めて知ったんだけど。なるほど。いやー、美味しそう。いいなー。いいなー。もうすべてが美味しそうだよ。シチューに、パンに、あ、閉じた。チーズ。チーズフォンデュがしたいです。チーズフォンデュが。あ、何気にここで、トマト育ってよりやん。いいね。最近私の家の冷蔵庫にも、常にトマトが、ミニトマトが入ってるよ。美味しいよね、トマト。はい、それ、ん?これは、あ、びっくりした。ゲーム機か。猫が丸くなっとんかと思った。そんなんあったっけかなーと思ったけど、全然違った。ほい、2階。あ、双子で同じ部屋なんやね。一つの部屋に住んどんや。で、2段ベッドと。うんうんうん。編み物とか好きなんかは?超女子力。しかも旗折りまでするの。やば。もしかして、キコちゃんとリコちゃん。リコちゃんの方は、お菓子作りとかが得意でケーキ屋さんしよって、キコちゃんはこっちで編み物とか、家でしよる感じかな。いや、二人とも女子力だわ。はい、そして、地下へ。あ、かわいい。なんかめっちゃかわいい、シンプル。ここは?誰のお部屋?お母さんとかかな?なんかすごい乙女チックやけど。超乙女チックやけど、あの壁にかかっとる絵、バービーみたいじゃない?で、服もすごい、お姫様みたい。やっぱりほら、お金持ちの家なんや、きっと。きっとここは、夫婦の寝室とかかな?もしかして、多分お母さんの趣味にお父さんが合わせとんやわ。素晴らしい。姉妹だけじゃなく、きっと、親子で住んでいるんだ、っていう勝手な決めつけ。かわいいよ。かわいいよ。なんかもう家の中すべてがかわいかった。ね、素晴らしすぎる。お、そこにいるのは、チーフかい?だね。あ、かわいい。サンタさんの服着とる。よ、見かけない顔だが、その村から遊びに来たのかい?いや、ちょっと様子が違うな。ひょっとするとこりゃ夢の中だな。ま、どっちにしても、ルネット村よく来たな。
やんな。やんな。関西弁入っとるね。これは人兵かい？服は？何の服？これ普通にトナカイのやつかな？はじめまして。他の村から遊びに来てくれたの？ここはルネッタ村。ゆっくりたっぷり遊んでいってね。とかな。とかな。それは誰の口癖ですか？誰かの口癖が映った系よね、きっと。なんかこういう素朴な村で、ね、ああいう大きい家で、ちょっとこの村一番のお金持ちなんやと思うよ、キコちゃんとリコちゃんの家は。なんかあれやん。お隣さんとか、いろいろ村の人呼んでパーティーしてそうじゃない？この村で言ったら村の人っていうか、村の動物たちかもしれんけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい部屋とかがクリスマス感半端なかったのはやっぱり壁紙とかそういうのもあるんかな。あの辺のマイデザインよね、きっと。見たことないし。